もチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していきますのは橋本五郎作「探偵開業」です 橋本五郎はですね年年生まれ1948年没のの日本本小説家です、えー、橋本五郎はですす橋はね数々の探偵小説作家が連載していた「新青年」という雑誌で、えー、編集を務めているから、えー、小説を発表しておりましたまた「朝日」や「文芸クラブ」などたくさんの雑誌の編集をしていたようですね 自らも編集を担当しつつ、えー、プレイヤーというかまあ作家としても活動していた橋本五郎の作品どうぞお楽しみくださいそれでは改めまして本日朗読していくのは橋本五郎作探偵海洋ですそれでは本編をどうぞ 橋本五郎探偵開業1堤君は学校を出てからもう1年になるがやはり何をするでもなく在校当時からの下宿で寝たり起きたりして暮らしていた卒業してからの34か月は彼も 発砲就職に関しての運動を試みたのであったが何を考えたのかそれをふっつりやめてしまって以来散歩と読書に若い日を送っていたその散歩と読書が一風変わっていて例えば彼の心の中に何かの細部にわたった規定がありその規定に合致した「起源」とでも名付くべきもののしょぜぬ以外には「 決してその雑踏の死骸に杖を引くこともなく一見系統の連想さえない例えばハイネの詩集から本因坊の囲碁に関する書籍へといった風な読書をもしないだが一度その合致の起源に面したならばあるいは狂人とさえ思われるほどの真剣さでいわゆる散歩と読書をやるのであるある時は汗を流し 住面を作って夜の1時までも2時までも読書し開けて早朝に出かけ最終の赤電車によって情の降りた下宿の表戸をたたくことも珍しくはなかったそうしてこうしたほとんど不眠不休の行動が1週間以上続いても当人は一向に平気でかえってそんな場合が彼にとって何よりも幸福な貴重な時間であるかのように。 その男性的な朝黒い顔の一面に極度の緊張を見せているのであったそうでない場合は顔全体が微笑そのもののように輝いていた初め彼がこうした生活をやりだした当時はまだ国元から就職云々の手紙が来時には父親が出てきたりして彼のズボラを責めたものだが諦めたのか近頃では 安否を聞くはそれで結局現在の筒美くんは完全に自由を得ているわけだが学士になったらと卒業を待ち構えていた親たちは彼の生活を少年時代のそれのように保護することをあえてしなかったために当然の結果として彼は今では女将からにさえ「一体何をなさるおつもり?」と聞かれるほどに。 その下宿における存在を味気ないものにしていた打ち明けて言えば宿料がちょうど三ヶ月分滞っていたのだもちろんいつ払うという清算があるわけではないしかしそんな負債は薬にしたくもないといったふうで気にかけているらしい素振りすら見えなかった数の少ない友人それらは皆相当な生活をしていた に会うことがあると彼らは申し合わせたように「どうする気だい?」と聞くのであった「なんとかなるよ社会には案外事件が多いからね」彼は決まってそう答えたそして自信がある者の,のみに臨むことのできる執事な落ち着いた態度を示すのであったそんなに君楽観していて生産があるのかい 僕なんかもう親父になろうかとしているんだぜ無論生産なんかないさしかしすべてはただ一つの機械だからね機械さえ得ればあとの問題はしごく簡単なものだ成功というのもただこの機械一つにあるんだからいえばここに留意するところがなくて失敗失敗と騒いでいる人間は要するに馬や鹿の種類なんだよ まずまず努力失敗せんよりはむしろたいだ大いに気をやしないかもって機会のよりよきを待つにしかずだこうして彼の親切な友人たちは彼の仕事を彼の説教に任して帰るよりほかにすべを知らなかったで彼は探偵小説をよく読んだもちろん読む以前に好きであったからだが そこにはあまりにも多くのいわゆる機械がしかも小気味よく展開されていたではないか2ある日早春の風の冷たい朝であったいつもの筒美くんがそのほのかな床の温かみに捨てがたい愛着を感じてあおむけのまま バットの煙の窓ガラスの微動によってなされる不思議な舞踏を楽しんでいる頃機械はその活発な漂白性を彼の友人山田君の二重回しに包ませてすでに玄関のベルを鳴らしたもう起きろよ山田君は彼の枕元にあぐらをかいてたもとから敷島を出した急ぐな。 彼は素直に起きて自分で床を上げ部屋の隅から火鉢を持ち出し「すぐに火をよこすから」と洗面の用具を掲げて出たがやがて帰ってきて出されてあった禅の前に座った「ゆっくりやれよ」「じゃあ話しながら食うか」客は火鉢の上に手をやって旺盛な友の食欲をうらやましげに眺めるのであった。 会社は休みかい休みではないがちょっと急な用事でね堤くんは箸の手を止めて相手の顔を眺めた明らかに落ち着かない困惑の様子が見えるどうしたんだい実は家を探しているんだがないんだ一時しのぎのきまでもと思うのだが少し事情があるのでね弱りきった。 どんな事情だい実は」と相手は渋ったがやがて調子を下げて「僕ある女と同棲することになったのだがそれについて」と彼の語るによればその女はある大家の霊場であること二人は以前から相愛の中であったが彼の社会的地位を前提としては 到底正式に結婚というわけにはいかないから幾年か後を待って「無論彼の地位も向上してその上で周囲の理解を得て」というわけになっていたのだが最近彼女の身辺には数多くの縁談が起こり中には一族の神話の上からまたは一家の支持について到底避けがたいようなものもあるので彼女は意を決して家を出てきた。 というのであるそんなわけだからどこでもというわけにはゆかないんだよ急だしねいいところがないかね君のところに空いている部屋でもあれば実際助かるが部屋は聞いてみればすぐにわかるがいっぱいのようだよそれにしても場所がと堤君は自分の幾とせかの下宿の地図上の位置を振り返ってみた。 交番へ18丁停留場へ4丁と40軒商船電車で市内へは17分ポストへ半丁学校へは9丁と30軒向かいは野原で前が道路で後ろは下宿屋右がたばこ屋左がやはり下宿屋だがもうそれからは雑多だ市外の外れの3軒の下宿 分かりやすいといえばそうだがその客の何々といったふうなものについては確かに発見容易ではない僕の部屋を明け渡すというわけにもゆかないしそれでは君に気の毒すぎるいや僕の出る分には決して差し支えないんだが借金があるのでね君の借金ぐらい何とでもなるがどこか部屋があるかい 部屋はあるが、と相手は少し考えてやがて決心したもののようにではこうしてくれないかあまり虫がいいようだが金銭の方は僕が引き受けるとして一つここを助けてくれよ君が行くところも僕が心配するからね宿料を立て替えてくれてそれで君も都合がよければ一挙両得だね 部屋はどこだいそこで相手はここに来るまでに探し出した空き間を考えてこの友人に適当な場所を話した「ちょっとホテルといった感じでね」と六畳ばかりの洋室に四畳半のところ祭続き1軒の押し入れがあり食事はうちに食堂があり他でやっても差し支えはないそれで月が42円。 もっとも町の真ん中だぜ堤くんは友のこの最後の言葉により多く興味を引かれた活気そのもののような市街その交差し合った屋根屋根の直線の中に白く暗く自分の住まいがひせられてある引っ越しはいつだい死体には今日にもしたいのだが明日ではいけないかね僕はいつだって構わないよ。 とにかくこうと決まったら早速そのホテルへ出かけようじゃないかそして2人は下宿を出た風は多少和らいで午前の優しい日が芝草の上にたゆ通っていた新婚の人らしく並んでこの早春を散歩しているのも見えた一帯が取り残された郊外の平和な自然の姿であった彼らは商船電車によって町に出た 目的のホテルはにぎやかな通りを半丁ばかり入った枝町ともいうべきところにあって和洋折衷の3階の建物であったそれは付近の繁華に別世界の館を停し、陰気に寂しく鎧板のペンキも薄青く剥げてしかも少々傾いて見えた入り口のドアを押して入ると靴のまま通行できる一軒の廊下が 正面の2階へ通ずる階段に突き当たってそこから左右に曲がっていた廊下の左右が各人の居室でそれにはハンドル付きのドアがありドアの上部には小さな名刺などがあるいはピンで留めてあったりした問題の部屋は2階の角のちょうどホテルの入り口の上部にあった「空き番」と札が下がったドアを開くと一見事務室とうなずかれる洋室で 中央に古びた角テーブルが2個の椅子を拝してあり左手の引き上げ窓の下にこれもかなり時代のついた粗末な事務用机が置いてあったこの窓からは通りを隔てて都会の屋根屋根が展望されるこの窓の反対の側に2枚の締め戸を持って2本間が接続されそこには窓がなかった高線の出入りは不十分であったが部屋の感じは落ち着いていた 家の人は絵画の食堂の奥の「とで言えば「離れ」といった風なところにいてめったに宿泊人と顔を合わすことがなかった訪問者の出入りが自由で1個を構えたと同様の生活をできることがこの異常な散歩者を喜ばした山田君の交渉で話はすぐにまとまり彼は翌日引っ越すことになったのであった 堤君が引っ越してきた午後もちろん事情が事情で引っ越しが早朝からなされたためでもあったが1階の書生のそれで荷物というほどのものもなく部屋の片づけや隣室への挨拶も午前中にきれいに片づいてしまった彼は自分に名刺がなかったので友人の名刺の裏へ筆太に「堤」と一文字書いて「といて ドアの上部中央へ秒止めにしたのであったがそのドアをノックするものがある山田ならばすぐに入ってくるであろうし他の友人がまだここを知ろうはずがないあるいは家の人かもしれないそして彼はドアを開いて全く面食らってしまった223 22の 美人というほどではないがすらりとしたそれでどこかに締まりの見える婦人が丁寧に会釈し,したではないか彼には女の知気が全くない友人の家族関係をたどってみてもこんな年の娘はないこれは人違いだなあのこちらは堤様でございましょうかええ僕が堤ですが そう言って再び彼はこの来客の意図に苦しんだ。山田のことが心を走った。私はバツバツ町の小松市爵邸から参ったものでございますが、こちら様のことはあの南山からお伺いしまして、子宮にお願い申したい義がございますので、お忙しいところをご無理でございますが、どうか子宮においで願いたいとのことでございます。僕にですか？ ええ、このホテルの堤様と伺いました彼はますますわからなかった小松磁石なんて少しの関係もないそれが名指ししてくるなんてしかも南谷のやつそんなところへ出入りするのかな出ている学校の方の関係かもしれぬだが何をしゃべったのだろう南谷が言ったのですねええ こちら様がご存知よりの南家様と伺いました。ご要件は何でしょうか。あの私は少しも存じませんので、ただ支給にお願い申してこいとのことでございました。いったい何であろう。南家が言ったとすれば、あるいは馬のことかもしれない。彼は同楽で学生時代によく南家と一緒に馬に乗った。そして。 南よりも上手であった馬の事故についても多少の自信はあったがまさか馬の病気を治せというわけでもあるまいそれには立派な医者があるのだからしかし子宮とあるこれも何かの機会かもしれぬとにかく行けば分かることだではすぐにまいりますからよろしくお伝えください 誠にご無理を申し上げて申し訳ありませんではすぐに別館の方へお越しを願いますそして彼女は帰っていった彼は多少不安に似たものを感じないわけにはいかなかったがことここに至ってはもうどうすることもできないそれに生来の探究心が手伝ってついに不可解な散歩を構成した彼は幾つき目かに袴をつけたのであった 古風な黒塗りの門を入って自動車の置き場で聞くと別館はすぐに知れた彼が思い切って内玄関の格子戸を開くと滑りのいい音が家全体に響いてやがて十四五の娘が取り次ぎに出た堤ですがお使いがあったので参りました彼はこう言いながらも、 まだ何かキツネにつままれているような気がした。ちょっとお待ちくださいませ。そう娘が切り工場で引っ込むと、入れ違いに使いの婦人が顔を出した。ご苦労様でございました。お待ちかねでございますから、どうぞすぐに。彼が導かれたのは、奥まった八畳の部屋で、そこには六十五過ぎたらしい上品な婦人と三十七八であろうか。 美人ではあるが美湯に効かぬ気の見える青白い顔の夫人が床を背にしてきちんと座っていたそれが磁石叔道と同婦人であることは使いの夫人の言葉によるまでもなくその場の様子で知れた不安な空気が部屋一帯を包んでいた叔道の顔にも夫人の表にも深い心配の色がありありと見えた して、ご用件は。一通りの挨拶が済むと彼は単刀直入に切り出したこれは確かに間違いに違いないなぜにともなくそんな気がしてそれがなかなか根強くてうっかり南屋のことなども話すわけにはゆかないような心持ちがしたのだ実は一昨日の朝桃の井様へ参ると申して出ましたきりジョが帰って参りませんので。 そのの行方を訪ねてくれというのである。彼の驚きがどんなものであったかそれは明らかに探偵の仕事ではないかこれは南谷の言ったことではない冗談にもせよこうした事実の上のしかも重大な問題の前にいくらその方面に興味を持つとはいえ全然経験のないことを知る南谷が何で言おう彼は当面の問題よりも、 彼自身をここに導いた原因により多く悩んだしかし事実は目前にある「打ち沈んだ二夫人の姿を見よその彼を信じきった瞳を見よ僕は探偵ではないそう言って帰り得るか」彼は一とおり話を聞いてみようと決心したその上で断れぬことはないあるいは 幸いに問題を解決することができるかもしれない。ではその当時の模様をできるだけ詳しくお話しくださいそしてこもごも二婦人の語るところを要約すれば彼女は本年19歳長女で昨年の春 S 女学校で、それからは家庭にあってフランス語とピアノを勉強していた一体が聡明な立ちでこと 池花の道にも堪能であった。その日は桃の井博の霊場とともに宝塚少女歌劇の春季公演を見に行く約束があるからと特に女中を断って朝食後すぐに出たのであったが昼食は向こうでするはずになっていたのでそのまま夕方になっても帰ってこない桃の池へ電話をかけると近頃は「少しもお見えになりません」という返事。 心当たりを訪ねてみたが少しも手がかりがない万一を思って待ってみたがその日はとうとう帰らずにしまった警察をとは思ったが対面上それも考えねばならない取り締ままに秘密探偵を頼んだがあちらは出張こちらは事件で出てこられないという始末やっとのことで頼むことができたのは昨日の夕方。 折よく南屋から彼の名探偵であることを聞きとりあえずお願いしたという話何か令状は人々の集まるところ例えばクラブとか教会とかいったふうなところへお出になっていたでしょうか私が信者なものでございますから初めは連れてまいっておりましたがあれも昨年の春ごろからは自分でまいっておりましたえええずっと 教会は聖書会でございます聖書会と聞いて彼は山田を思い出した急遽のその荘厳な街道の気分がたまらなくいいと一時は彼を誘っていた山田だきれいな人がお母さんに連れられてくるぜなどと笑わしたこともあったようだ彼は急に事件が明るくなったように思った令状には失礼ですが っのお話などはななしどかか。たでょうええそのことを心配しているのでございますが23縁談がございましてそれもきっぱりお断りすることのできないような事情のものもございましてジョーも胸を痛めていたようでございました若い者のことゆえもしもと存じましてそれにただいまは主人が旅行中なものでございますから彼は秘密の鍵を握ったように感じた 恋愛関係といったようなものはバンバンそんなことはあるまいと存じますが一度昨年夏に亡くなりました長男が何かの時に山田さんに言いつけよと申しておりましたがその時の様子は普通ではございませんでした聞きとがめて尋ねましたが学校の先生だと申しますので長男も何でもないと申しますのでそのままになりましたが不思議に。 今ままで忘れずにおりますそれ以外には不審な点もございませんもしこの度の令状の行為が恋愛によるものであった場合は失礼ですがどんな処置をお取りになるでしょうか探偵上の参考までにお聞かせくださいそして彼は母道から「決して無理はさせぬ」という言葉を聞いてやがて試釈家を辞した彼はわずか一日の間 それも文字通りに降って湧いたようなこの不可解な事件を考えながら歩いた霊場の家で山田との恋愛関係それは分かっているがこの1階の何ら取るところなき諸生に対して何故に紫爵家からこの大事を依頼したであろうか南谷が友人の南家でないことは明白以上だしからば その一面識もない南谷なる人間が何の目的何の理由によって自分を紹介したであろうか彼はそこまで考えてくるともうわからなかった彼の思考する範囲では推理の起点が見つからなかった南谷という人間が大きなハテナで頭の中を回転した「おい堤 ホテルへ曲がる街角で彼はばったり友人の南谷に出くわしたのであった「どこへ行くんだい?」考え込んで相手は親しみのある態度で聞いた「この善良な中学の教師は明らかにこの事件に関係はないいや帰りなんだ」と彼はホテルへ今日引っ越したことを話して「それに君 引っ越し早々大事件が起こってねむ無論僕を中心としてさと新しい住まいへ友人を誘った「南谷様から伺いました」って言うんだろう。かなりへんてこな気持ちだったよそして彼は事件の大略を話して聞かせた変だね僕もこの度の南谷には頭を痛めた「南谷なんて君 そうざらにあるせいいじゃないぜ全くでも君もよく受け合ったものだな生産があるのかいそれともよい機会というやつかねそう機械かもしれないね彼らはこの事件を中にして1時間余りも話した話はいつの間にか結婚恋愛といった方面に移っていた そして彼らは食堂で夕食を共にしてから別れた堤君は部屋に帰って事務室に投げ込まれてある大型の封筒を見て再び事故の身辺に疑惑の目を向けなければならなかった封筒の表には鮮やかに「堤探偵事務所恩中」とあるではないか5 みくん、いいるかい答えも待たずに事件の中心人物山田君が入ってきた二重回しの出す度に涼しい顔だやっとおかげで片づいたよこちらはどうかい言葉にも生き生きとした力があって作長の不安などは少しも見えないご覧のとおり自由でいいよ筒美君はこう言って どこから切り出してくれようと考えたが、君不思議なことがあるんだよ」とまだ開いていない今の封筒を示した「君に来たのかい?」相手は封筒を裏返してみて尋ねた「無論僕に来なくてさ現に今日などは猿大火から大事件の探査を依頼してきたんだよ」「もう大体の見当もついたがね」 本当かい？姫たる恋に悩み試食霊場の家出というやつさガツぐなよ相手は子供投げに行ったが表情のどこかにちらと不安の影の動いたことをこの若い名探偵は見逃さなかったいやそれが面白いんだ清少会ね君の言っていたその教会へ霊場も通っていてそこで一優の人ができたらしいんだ まだ面白いののは、その弟がね、相手の男を知っているんだ去年の夏に亡くなったんだそうだが兄弟で争いなどが起こるとそのいい人の名前を出して弟の方が姉を脅迫していたというんだ霊場の家出が君僕の引っ越す3日前のことなんだつまり君が僕の下宿へ訪ねてきた 前の日というわけになるんだがねえ相手は明らかにロウバイの色を表したそこでと彼は構わずに押しかぶして「僕は考えたのだがまず令状の生命に別状はないそして一流の人と共にそうさここから電車で20分ばかりで行けるところ郊外のはずれの下宿にいると思うのだが」 なぜそんなことが言えるって。君、令嬢の弟がよく持ち出した。相手の名前というのがね。山田君は表を伏せて聞いていたが。もういいよ。君に詳しい話をしなかったのは僕が悪い。分かったから本当を話してくれ。そう言って表を挙げた。そのうち沈んだ友の顔を見ると、彼はなぜかすまないという気持ちがした。 寂しい郊外の下宿にこの友の帰りを待ちわびているであろうかれな夫人の心事も想像された実はねと彼は見知らぬ夫人の来訪を受けたことからこれまでの始終を親愛な言葉で語った令嬢が無事で居所さえ分かれば君との結婚に異議は唱えんという話であったがね君も令嬢と相談の上事をはっきりさせてはどうか そうなれば僕の責任も済むし君たちとしてもその方がよかろうじゃないか山田君はしばらく考えていたがやがて彼の行為を射し令状とも相談するが万事彼に託すという話に決めて新しい幸福を思い巡らしながら帰っていったのであった6 その翌日は一転雲なく晴れて風さえなくうららかな太陽が地上のすべてに暖かい恵みを垂れた午後試着堤から帰った筒美くはかつて覚えなかった豊かな気持ちで新しい住まいの天井に見入った立ち上るバットの煙も何か輝かしい光を見えて喜び舞うように見えた 奇跡のように都合よく片づいた山田の事件がさながら自分のことのように微笑まれた人一人の幸福を援助したという喜びは経験のない者の,の知るところではない漏れ出ようとする口笛さえ惜しまれるほどに彼は敬験な時間を寝そべっていた「ごめんくださいませ」出てみると試写邸の夫人だ「はだはだこれは詐称でございますが」 おいののしましまでにとのことでととこございます。それから作長主人も帰りましたのでお礼が申したいからご足労を願いたいとのことでございますあのこれは是非にとのことでございます彼女は親しみのある微笑みを持つと彼のいなみをも聞かず水引きをかけた金水一風を置いて帰った彼はその一風をどんなに目を丸くして眺めたであろう 生来国元よりの為替のほか金銭に対しては一向に関係のない彼であった彼は再びこの金水一風を起点として数日来の彼の身辺にまつわる不可解を負った南谷という人間のアウトラインがさまざまな色彩を持って浮いたり消えたりした夢のように考えられるのであったごめんください ドアを押して入ってきた婦人を見ると、おやと彼は意外な人の訪問に、しばらくは挨拶をさえ忘れた。南屋の母親ではないか。まあ、つつみさん、ここにいらっしゃるのですか。ご親類か何かで母親も驚いたらしく、さも不審らしい様子であった。親類って何のことですかいいえね ここの堤さんとあなたとご親類か何かじゃないのですかここの堤彼はついに彼以前に堤なる人が彼の現在の住まいに生活していたことを知った同時にそれが隠れたる秘密探偵であったこと彼の頭を悩ました事件の秘密がここに存在していたことをも知り得た何です あの、探偵をなさる方ですよ。おばさん僕は昨日引っ越したばかりなんですよ。そして彼はこれまでの不可思議を語り「探偵事務所恩中なんて手紙までくるんでしょ姓が堤ですからね。かいもくからなかったですよ。ではおばさんは何かご用でと尋ねたええちょっと娘の縁談でござんしてね。 先方の様子が少し調べていただきたいと思いましてね彼は南谷との話を思い出したどうですおばさん僕が一つその探偵をやりましょうかそうねえだけど堤さんあなたは本当に探偵をなさるおつもり母親は彼の開業を祝す意味で先方のところ番地生命年齢 その他必要な事項を話して帰った。堤君は一人微笑みながらその夜「小生この度感ずるところこれあり」「機密探偵局を経営いたし騒動については何とぞ売求のご向上をもってご用命あらんことを希望いたし騒動」そんなハガキを友人チキに宛てて書いた「もちろん」 山田君の名前もその中に挟まれたに違いなかった。ご視聴ありがとうございました。橋本五郎作の作品は他にもこのようなものを朗読しております。どうぞ合わせてご視聴ください。